600度。ちょっと脂肪燃やせや。いやいや、だめです。この凄さわかる。わからん。めちゃ抜き打ちじゃないですかね、これ。お前、一応抜け道場社長だぞ、お前。俺やる権限がある。一個ぐらいインチキ見つけろや。避けられてたんだよ。自分が避けられて。気持ちいい天気ですね。こんな空なかなか見れんぞ。日向ぼっこ最高。あ、最高っす。帽子屋さん毎日だな。幸せな。暑いぐらい。もう見飽きましたっ、ね、だってあなた以外めちゃくちゃ眩しいもんな。サングラスとかあった方がいいんちゃう。目が悪くなな。あってもいいかもしれない。目が悪くなるな、これ。もう照り返しがすごいわ。真っ黒いな。いやー、初登場。はい、初登場、信用防水さん。何くん、江口くんだな。はい、名前出してよ。いいっすよ。31です。31です。これだからな、こっちの防水やってくれても信用防水さんも、はい、これ今日ね、ちょっと特殊な工事なんですよ。へぇ、エンビシート防水で聞いたかった。はい、じゃこれまた特殊なんだ。特殊ですね。へぇ、これ全部溶かしてるって、ゴムみたいなもんじゃん。うん、なんだろうね、エンビゴムみたいな。これ結構高いもん。溶かしてます。面白いね。でもそのうち風が出そうなんだよ。あ、熱風ですね。あ、熱風だ。熱風です。600度近いね。600度そうやってやって。ちょっと脂肪燃やせや。いやいや、ダメです、ダメです。それそうやってて熱くないですかって。まあ、慣れっすね。たまに熱くなりますけど、うん、もう当たらんように当たらんように。そう、だって600度だね。で、一瞬だよね。すごいっすね。もう専用手袋ないの。いやー、ないですね、専用は。熱っ熱っ。めちゃくちゃ熱い。600度ぐらいですね。どんな、なんか安っぽい電動工具が600度の熱風が出ることが驚きだわ。近づけてみ。え、確認せえ。あー、もうダメです。いそう、この辺でダメです、この辺で。もっとお前カメラっぽく、あー熱いとかなんかいいやろ、お前。めちゃくちゃ熱いんじゃないのか。熱っ熱っ。でこれはなんでこうやってやって貼ってとんの。今これは後半、塩ビ後半ってところのジョイントなんですけど、うん、後半、うん、ここが、うん、どうしても、あー、この絶対動くんで、どうしても建物が、うんうんうん、なんでそうするとここが切れやすくなるんで、おー、これの補強。うわー、そういうことか。これ全部くっつけてくるの。熱いやろ。熱いよね。それ専用の手袋みたいなないの。あるっすよ、多分。今度やりにくくなっちゃうっすね。軍手2枚重ねじゃ偉い。やりにくいっすね。そう。これはすげえわ。今日ええもん見ねえだな。これなかなか見えない。いや、NBC とようやってまうけど、俺もなかなか直接やっとるとこ見たことないんだ。あ、そうなん。うん。まあ、工事終わってからねえんだ。いや、びっくりしたよ。ヒトロ後ろ立たがんさ。やばい。この坊主屋さんは、まあ、あえて私たちを避けて後ろ向けてくれたんだけど、その向けた先に安井さんうわーって感じだった。あ、後ろにおったらこっちの方がいい。うわーって、めっちゃビビっとった顔が。声出やつは、ほんまにビビった時声出ないっす。もう YouTube 系じゃねえな。顔だけがすごかった。引きずった顔しとった。あー、やばい。いや、本当に暑いんですよ、これ。ドライヤーが確か800度ぐらいだろ。そんな絶対ないよね。1500ワットとか書いてある。1500度ぐらい出てんじゃん。出てないでしょ、絶対。そしたら多分、チリチリ。チリチリだし、もう一瞬で乾けよ。今やめました、やっぱ。そうですね。今のもまあたまに暑くはなりますけど。そう。あ、もう一瞬でしょ、一回暑か。まあそうです。タバコ当てたみたいな感じでしょ。そうですね。そうだよね。じゃあ直接タバコも触れたんで、一瞬で火傷だ。火傷。白くなる。火傷。うわぁ。そうだよ、600度だもん。岐阜から来たの、そうです。そうです。ね、岐阜からね、結構また岐阜の岐阜の山形市ってですね。岐阜の山形山形県山形県山形市岐阜県山形市だ。あります。だいぶ遠い。岐阜市の北隣。ああ、だいぶ遠いね。そうそうそう。岐阜市でもちょっと遠い。まあ岐阜市はこっち寄りだよね、名古屋寄りだよね。まあまあ、そうですね。いやー、もう真夏なんか地獄だな。だよね。だって今でさえ下と温度違ってだいぶ暑いのに、ここだけでも。でも暑いもんな、さっき寒かったのさ。
しいと思う。繰り返しもあるんで。繰り返しやばいよね。ちょっと足の裏熱いの真夏に600度使ったらやばいじゃん。やばいっすよ。熱いっす。やばかった。また違うやつが出てきた。寝て寝てー。なんかちょっとドラえもんと違うな。なんか全然違ったと思う。これがね、またすごいんだって。これ今からでもできる、お前見たことない。いや、動画でしかないでしょ。動画である。動画で見ても何も凄さって触らんの。ちょっと何も触らん。ここにおるうちらしかわからんかもしれない。これだけで。この凄さわかる？わからん。なあ、これこれこれは何をされてるか教えてもらっても。ここに触ると熱くない？熱いっすよ。あ、熱い熱い。なんでこれ円を作ってるんですか？いや、ここにディスクみたいなのがあるんだよね。どこにあるの？決めたって違うか。あ、何もないところに。ここに、いや、ここに丸が埋めた。もう最初に入れたんだ。埋め込まれてる。ディスク。いや、違う。この、もうディスクであるの？この辺触ったらないっすよ。はい。この中に、まあ円盤みたいなのが入ってるんだよね。それが地面にくっついてるんだろう。それが地面にくっつけて、要はこれってさ、これ、まあ浮いとるわけよ。はいはい。だからその建物がある程度揺れたって、破れたりしんし、水が浸水したりしんだね。はい、ここから入るときはあるけど、まあそうですね、浮いたとかウレタン防水みたいな、それが問題になること自体はないんだよね。ないですね。ここで点付けでしかしない。そうそう、点付けをしてるわけよ。だけど、これもう一回やってもらって、よくよく考えて、こっから熱を伝えるんだ。これグニグニにならん。なんでならんと思う。ちょっとごめんなさいけど、頭がついていかないです。ここからさ、だって熱いやつでブワーってやったらさ、ぐちゃってなるじゃん。はい。フライパンみたいになっちゃうじゃん。溶けちゃうやん。いてるのか分かってる？自分がめちゃくちゃ熱いものをピタッてくっつけたら普通溶けるやん。あ、その布とかだとね。ここが溶けるやん。はいはいはい、はい、なんでここでもこれ溶けないやん。こいつが強いからでしょ。それは600度にも耐えられない。こいつが熱発してるんだ。この中が熱発してるんだね。これなんなの？鉄？中のやつ。中ですか？これめちゃくちゃ熱い。まあ、鉄、塩ビ被覆がしてある鉄ですね。あ、この中のやつも塩ビ被覆したやつ。塩ビしてあるんだ。はい。よし、じゃあちょっといいもん見させてもらったで。結構しっかりエンジン入れとるの？水気100ピッチかなんかでよかったんじゃない？いや、ちゃんと決まりがあるんで、一応600ピッチぐらいで。600ピッチ？600ピッチか、400ピッチとか。うん、でここちょっと近すぎ？ここはもう、しょうがないです。ああ、もう半端ない。半端ない。でもそこはちゃんと入れたんだ。そうっす。ここで10秒で600ぐらいあるんですか？端は、端から280。いないないとかあります。ないとダメなんだ。そうです。あ、そういうこと。ここのメーカーはそういう。あ、熱っ。喉とか熱かった。まだ熱が来てた。熱が来てた。仕事が丁寧いいな。安心するわ。もうそんなんだってメーカーが言っとったら少々いいわってなるやん。あれ、そうです。そうそう、塗料もそうじゃん。本当は6時間以上あげなかとかあるけどさ、12時間以上か。そう、守ってるやつ何もないんや。じゃあだけど、その、絶対大事っていうのがあるじゃん。うちは今さ、特にやってるのは、二液の、外液の塗料なんか、今、塗装屋さんなんか、二液なんか、結構、グラム測らずにやるでしょ。防水は絶対やらなかんよね、あれ。そうですね。あの、服は絶対やらない。何効果不良みたいなの起こすもんね。だけど、塗装屋さんなんかなかなかグラムなんか測ってないだろ。目分量。感覚です。そうそうそう。だけど、うちみんな測り持っとるじゃん。確かに。あ、ないぜ。普通。ちょっとこっちもチェックしちゃおうか。かどうか280になるはずです。安いやつ。探して。おります。ここが280ですね。なんかあるか。あれします。インチキ。インチの。向こう側もチェックしよう。めちゃ抜き打ちじゃないですかね、これ。お前、ちょっと抜け道場社長だぞ、お前。俺やる権限があるぞ。各現場のな。各現場の責任者。ありますね。ある。はい。あるの。反対の向き。一個ぐらいインチキ見つけろや。社長たまに抜き打ちぐらいあいつ。ヒリヒリ感伝えとる。ここがもうじゃあちょこちょこうちの仕事入っとんだ。そうです。はい。ね、ありがとうございます。お願いします。どれぐらい取るんですか。4年長っ。え、今32ですよね。31です。その声が初めてだった。あ、そうそうそう。めっちゃ避けられてたやん。めっちゃ避けられてて。違う違う、避けられてたんだよ。
自分が避けられる。だって映りたくないって言ってたから。あ、そうなの。子供で断ったんだ。ずっと断った。あ、そうか。だから河合さんも協力して避けてたんだよ。メインじゃなかった。あんまり聞かなかった。いやー、あんまりってこともなかったですよ。大丈夫か。結構はい。てかシンプル避けられてただけ。俺の存在すら知らない。見たこともなかった。いや、それは知ってました。見たことある。ちゃんとは見てないですけど、あの YouTube だ。この人が社長なんだ。あ、そうそう。ぐらいぐらいな。そうそう。はい、じゃあいい坊先生、江口くん。はい。まあ、でも他の仕事もどうも忙しいんで、ようやれん。よそは。よそは、まあ、ようやれんってこともないですけど。声をかけてください。はい。ね、はい、うん。ぜひ。まあ、塗り替え道場紹介してきたら、まあ、職人さん直接紹介だから、建設業者がね、一般の人が紹介してくださいって、ちょっとちょっと、ちょっとごめんなさい。なんか、まあ、それも偉いし、ね、ちゃんと、中抜きされて、直接やった方が楽って言うけど、やっぱ偉いもんね。そうそう、じゃあ、打ち合わせ何回も行って、4回も5回も行って、決めて、ほんで決まらん場合もあるからな。そうですね。そういうのをごちゃ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 、やっぱ、ね、やっぱ持ちは持ちやだ。営業とか管理があって、ね。そこはそこだと思いますので、ぜひ、また声かけてください。はい、お願いします。お願いします。ちょっと帽子の動画でちょっと申し訳ないんですけど、実習生、特定技能、今、塗装まで特定技能までいけるってことはね、もう今10年、15年ね、はい、外国人実習生から特定技能になっておれるんで、ぜひ、また興味あれば、副理事のボスさん、うち、俺よりボスですけど、副理事とかね、しっかり、説明、15分ぐらいかな、やってくれるらしいので、はい、興味あれば、また問い合わせしてください。はい、あと、足回しでの買い取りもやってますので、ぜひ、声を入れてください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。言えよ、もう一回目だから、ね、この回見てください、この回。この回見てください、ね。ちゃんと見とけよ、動画。Oh!